イケメンフォトへようこそ。どうもこんにちは。今回は2024年ブレイクしそうな若手俳優ランキングトップ10を紹介します。つい先日も日本アカデミー賞受賞式が開催されましたね。私はやっぱり新人俳優賞にも選ばれた高橋文哉くんを応援してますね。ドラマ最愛の時からドハマりしちゃいました。皆さんは誰が思い浮かびますか？それでは早速ランキングに入りましょう。第10位、上杉秀平さん。1992年生まれの32歳、なんと185センチと一高身長。色気のあるクールな顔立ちが魅力的な上杉秀平さん、存在感のある演技に引き込まれますよね。2023年はドラマ1840、二人なら夢も恋もで主人公瞳子の相手となるトラックドライバーの家政婦契約を好演。ネットフリックスシリーズ悠々白書では桑原一馬役を演じました。私アニメも大好きなので悠々白書良かったですね。桑原つい男なのですよ。今年は現在放送中、隣のナースエイドに出演中、元恋人を失ってから真実の愛を知った立花役を演じています。先日クランクアップを迎えたみたいですよ。今後の活躍に期待ですね。第9位、桜井海斗さん。2001年生まれの22歳、すっきりとした塩顔イケメンな桜井海斗さん。実はミスターチルドレンの桜井和俊さんの息子さん。高校時代よりバンド結成し、ドラムを担当。フットサルでは日本代表にも選ばれるほどの実力だったとか。2020年 NHK ドラマエールより俳優として活躍。話題を集めたドラマ「VIVANT」では堺雅人さん演じる乃木憂助の若き頃を熱演して注目されました。第5話のみの出演でしたが、圧倒的な存在感を放っていましたね。そして2024年、あの大人気アニメ推しの子の実写版に出演することが発表されました。しかも演じる役はアニメ版では主人公と言われているアクア役です。大抜擢ですね。今後の活躍に期待ですね。第8、山下こきさん。2001年生まれの22歳、2020年に開催されたジュノンボーイコンテストでファイナリストになり芸能活動開始しました。爽やかで甘さたっぷりの顔立ちが素敵な山下こきさん。2022年に放送されたドラマ「くんの花になる」に出演し人気を集めました。2023年は東京アイラブユーでの初主演を務めました。またドラマガチ恋粘着中の人気動画配信グループのリーダー役や最高の生徒余命1年のラストダンスでヒロインの相手役を務めるなど演技の幅をさらに広げました。2024年夏公開の映画漫画家堀守では主演を務めるみたいですよ。今後の活躍に期待ですね。第7位、柏木春さん。2005年生まれの18歳、2022年にダンスボーカルユニット超特急の新メンバーとして加入した柏木春さん。品のある甘い顔立ちが魅力的で爽やかな笑顔にときめきますよね。前田健太郎さんと W 主演を務めたドラマ「くんには届かない」では成績はいまいちの明るい平凡な高校生役をキュートに演じました。2024年はもっといろんな役が見たいと思われてる方も多いでしょう。2024年4月4日より放送予定であるドラマ「好きな男と別れたい」に出演が決定しています。楽しみですね。今後の活躍に期待です。第6位、窪塚愛流さん。2003年生まれの20歳、父は皆さんご存知窪塚洋介さん。友達に背中を押されて初めて父に俳優をしたいと伝えた瞬間に自分の道はこれしかないんだと本気で思ったと話しています。独特な雰囲気を漂わせる色気のある顔立ちが素敵な窪塚愛流さん。ドラマ最高の教師1年後、私は生徒にされたでは人付き合いが得意なバンドマンの生徒役を演じ告白シーンがかっこいいと話題に。2024年5月17日公開の映画ハピネスでは牧田亜樹さんと W 主演を務めます。ネクストブレイク男性タレント1位にも今年選ばれています。今後の活躍に期待ですね。第5位、藤岡舞人さん。2003年生まれの20歳、父は言わずと知れている藤岡弘さん。爽やかな正統派イケメンな顔立ちが魅力的な藤岡舞人さん。ドラマ「クールドジ男子」では強がりストイックタイプな主人公を好演。2023年は舞台にも初挑戦しミュージカル「浜村渚の計算ノート」でお調子者の刑事役を演じました。また朝の情報番組「ジップ」では1月の金曜パーソナリティを務めました。2024年2月に放送された「徹子の部屋」では親子で出演し注目を集めましたね。2024年も新たな魅力をたっぷり見せてくれそうですね。今後の活躍に期待です。第4位、萩原利さん。1999年生まれの25歳、確かな演技力で視聴者を魅了する期待の若手俳優萩原利さん。年々大人っぽいかっこよさが増していてときめきが止まらないですよね。2023年は「キングダム」「運命の炎」や「ミステリと言う勿れ」など話題の映画に出演。ドラマ「たとえあなたを忘れても」では
記憶障害を抱えている青年役を好演。2024年1月18日スタートのドラマ巡る未来では主演を務めています。ドラマでは自らを犠牲にしてでも妻を救おうと翻弄する愛情深い男性を演じています。繊細な目の演技に引き込まれている方も多いでしょう。今後の活躍に期待ですね。第3位、水上浩司さん。1999年生まれの24歳。キリッとした男前の顔立ちが素敵な水上浩司さん。エンアウトでは初の不良役を演じ、ワイルドのヒゲかける金髪リーゼント姿を披露。福原遥さんと W 主演を務めた映画あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら、では、特攻隊員役を演じて話題になりました。2023年後期朝ドラブギュウギで演じている、ヒロイン、鈴子の最愛の人、村山愛介役でさらに人気を集めそうですね。そして2024年4月より放送されるドラマブルーモーメントにも、東京消防庁、消防救助機動部隊に所属する、優秀なレスキュー隊員役として出演します。自身のインスタグラムにて雪が降り積もる山での撮影を公開。動画の中ではサビーとコメントし、雪山での撮影の大変さが伝わってきています。そして山ピーとの共演、楽しみ絶対にます。今後の活躍に期待ですね。第2、高橋文哉さん。2001年生まれの22歳。キョン、私の大好きなふみくん惜しくも2位でした。どんどん演技の幅を広げている高橋文哉さん。甘く美しいお顔は日々魅力を増していますよね。恋愛映画初主演を務めた交換嘘日記では、思ったことをすぐ口にするが、高一のモテ男子役を好演。志尊淳さんと W 主演を務めたフェルマーの料理では、数学的思考で料理という難題に立ち向かっていく主人公を魅力的に演じました。2024年には大人気バラエティ番組、ぐるナイのゴチになりますの新メンバーに決定。高橋さんは、実は調理師免許を持っていて、食リポも得意なのだそうです。そして今年の日本アカデミー賞では新人俳優賞を受賞しましたね。自身のインスタグラムで報告し、受賞式の会場にタキシード姿で立つ高橋さんのオフショットで、両手で賞状を見せている写真良かったです。笑顔最高。ファンからも、祝福コメントはもちろん今後の活躍への期待の声も続々と寄せられていましたね。2024年も多くの視聴者を虜にすること間違いなし、今後の活躍に期待ですね。第1、板垣李光さん。2002年生まれの22歳。透明感のある美しさを放つ期待の若手俳優、板垣李光さん。なんと2歳からモデル活動をしていたみたいですよ。愛らしさとかっこよさのバランスが最強ですよね。大河ドラマどうする家康では、井伊直政役を熱演。踊り子に扮して登場した時は麗しい目を奪われるなどと話題に。2024年1月23日スタートのドラマ「マルスゼロの革命」では、主人公の右腕的存在となる相座恋一役を演じます。2024年4月19日金全国公開となる映画「陰陽師ゼロ」に出演することが発表されましたね。2024年はさらに大ブレイクしそうですね。今後の活躍に期待ですね。以上、2024年ブレイクしそうな若手俳優ランキングトップ10でした。皆さんの好きな方、応援している方はランクインしていたでしょうか。今後の活躍が楽しみな若手俳優ばかりでしたね。それではまたお会いしましょう。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。